皆様こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー151、本日は、2023年3月3日に実施されました、溝上研究室と、リアセックキャリア総合研究所が、主催しております、教学マネジメント実践事例セミナー第5回の様子をダイジェスト版として、お届けするものでございます。第5回は、東北工業大学に事例を提供していただきまして、小林正樹副学長、長内幸宏大学企画室長にお話をいただきました。タイトルはキャリア教育とプログテストの連携による共通学習欲可視化と育成の取り組みとなっております。はい。で、この YouTube でお届けするのはダイジェスト版でございます。当日のですね、これスライドやり取りの、まあ、雰囲気ですけれども、フルバージョンは、説明欄のところにご説明 URL を貼っておきますので、リアセックに申し込んでいただいて、見たい方はフルバージョン見られるようにしていただくと、そういうふうにお願いいたします。で、今回は、共通学習欲ということが大きなテーマになってきますけれども、これですね、政府の言葉ではありませんけれども、ユニバーシティポリシー、まあ、大学のポリシーとね、称するものに近いのではないかということを、この後の、翌日に配信いたします、議論のところですね。そこで、東北工業大学には投げかけますので、この参加者にはですね、予習動画として、こういうディプローマポリシー、まあ、これがサンプルの一番上になるんですけれども、もう一つ上にユニバーシティポリシーっていうのを私は置いて、説明、しているんですけれども、また私のいる東院横浜大学ではこのユニバーシティポリシーというのを、最初においてですね、いろいろ DP、CPAP と、策定してるんですが、まあ、そういったことを議論していく、ことをですね、ちょっと念頭において予習動画をお見せしております。これもですね、今日の本編には直接関係しませんけれども、次の議論の動画ですね、関係しますので、説明欄のところに URL を貼っておきますので、合わせてご覧いただければと思います。はい。それではダイジェスト版ですね、ご覧ください。計画の精神ですが、我が国、特に東北地方の産業界で指導的役割を担う高度の技術者を養成する。左側に書かれておりますのが、内部招集推進委員会が設置されるまでの、組織の体制の変遷を表しているものでございます。もともと学長室が IR を担当する部署として、2014年に設置されました。で、そこの、学長室の、IR 機能を大学企画室という形で、事務組織に2019年に改編をいたしまして、で、さらにその、教員も含めまして IR 推進部会というものが設置されました。で、同時に内部質保証推進準備委員会を設置し、2020年に正式に内部質保証推進委員会として、設置をされております。で、この過程で、2019年の段階でプログテストの施行実施、これはアセスメントポリシーですとか、内部質保証の方針の策定とともに、アセスメントのための方策としまして、そのプログテストの施行を開始し、2020年にその本格実施、これは全ての学年で実施をしております。3つのポリシー、本学では、AEGポリシーという、本学独自のポリシーとして、3つのポリシーに加えて、学生指導の方針ということで、ガイダンスポリシーというものを持つ、含めてこの AEGポリシーと呼んでるわけですけれども、これを具体的な見直しを図りながら、可視化に適した学習力の見直しを行ってきているところでございます。内部保障の、推進委員会の、メンバー構成を図に表したものですけれども、学長を、委員長としまして、副学長、学部長、学部長と研究課長は兼ねておりますが、それから総合教育センター長、さらに、教務入試、学生就職といった、委員会の委員長が、教員側の委員構成ということになります。で、それぞれに対しまして、自分側の、担当課長を含めて、こういったメンバーが、内部調査推進委員会のメンバーとなっております。この FDIR 企画部会というところが、この、中核になる、ということになるわけで、課題解決に向けた、そこで、様々な議論がなされて、内部調査推進委員会に、
それを提案をするという形になります。内部少少推進委員会では主要委員長が執行部の中とともに含まれておりますので、横の連携を迅速に取りながら意思決定をすることができるということになります。3番目のところに課題が書いてありますけれども、 FD と IR、それぞれ重い領域ですので、そのメンバーの負担が非常に大きいというのが一つの課題ということになります。先ほど溝上先生からご紹介いただきましたけれども、2010年の段階で本学 AEG、 これ AEG と読みますが AEGG で AEG ポリシーというものを策定をいたしました。いわゆる3つのポリシーに学生指導の方針を加えて、4つのポリシーとして策定をしました。で、これが起点となりまして、2019年、2020年で、内部少少推進委員会が設置をされたわけですけれども、その AEG ポリシーの見直しと、それから可視化に適した形での共通学習力と専門学習力に、当初設定した6つの学習力を整理をしたと、こういうことになります。共通学習力といういわゆる、ジェネリックスキルに相当する部分が、これまで、様々な、学科レベルの学習力ですとか、教養教育の学習力ですとか、そういったところに混在しておりましたので、それを整理して一つの共通学習力として、大学全体の、いわゆるユニバーシティポリシーに相当するような形で取りまとめたということになります。で、各学科の、それぞれの専門分野に必要な学習力を、専門学習力として、独立させて、これ全体を、身につけた学生に対して学位を授与するという形でディプロマポリシーを、本学ではこれを、グラジュエーションポリシーと呼んでおりますけれども、定めたということになります。はい、これがその AEG ポリシーと呼ばれている4つのポリシーです。A はアドミッションポリシーで、ここは共通ですけれども、エデュケーションポリシーというのが、いわゆるカリキュラムポリシーに相当する部分。それから、グラジュエーションポリシー。これが、ディプロマポリシーに相当する部分ということになります。で、本学の特徴としては、さらにもう一つ、ガイダンスポリシーということで、学生指導。これは、学生の指導に非常に力を入れているという、本学の姿勢を表すという意味で、2010年の最初の、このポリシーの策定の折に、本学独自のポリシーとして、設定をされております。ここの中では、例えばこの2番のところではキャリア教育を重視するという、そういう姿勢がこの中でも謳われているということになります。はい、それで、整理統合して、しました学習力の、共通学習力の部分をまず、ご覧いただきたいと思いますけれども、共通学習力としてはこの5つの、能力を共通学習力として設定をしております。情報収集分析力、論理的思考力、課題発見解決力、コミュニケーション力、セルフマネジメント力ということになります。で、これらを、想像力と、それから統合力という形で、カテゴライズをして、学生たちには説明をしております。学生たちは、キャリアデザインというキャリア教育のための教養科目として設定された必修科目の中で、まず1年生入学した最初の段階で、この共通学習力と専門学習力について学びます。ここの中で、まず左側の、部分です。この部分が共通学習力として、すべての専門分野、すべての学科で必要となる、本学が伸ばす、学習力として設定されている共通学習力ですということを説明いたします。で、その上で、それぞれの学科ごとに、それぞれの専門分野で必要な能力、これを専門学習力として設定しているということを、まずこういった図を使って説明をしております。共通学習力の効果的な育成方法の開発と試みとしまして、その中で、重要な、ポイントとなるのがキャリア教育の必修化でございます。キャリア教育は教養科目の必修科目として1年生から3年生まで、それぞれ前期に設定をいたしました。キャリア教育というのはもともと本学、それぞれの学科が独自に様々な場面で、これは成果内の授業、あるいは成果外の
講習といったような形で、様々なキャリア教育を行っていたわけですけれども、それらの学科ごとに異なっているというようなところから、まあ、それを共通化することによって、全学共通学習力を伸ばすための、場にしたいと。まあ、そういったようなところから、まずスタートをしました。さらに外部評価委員会からも、いわゆる社会人基礎力の可視化ですとか、その向上に取り組むっていうことについては、強く、求められておりましたので、そういったようなことも背景にしまして、キャリア教育の、まあ、必修化を図ったというわけです。それから、キャリア支援の、まあ、取り組みとしまして、これまで、学生たちには各学年で適性検査、まあ、就職に向けた適性検査というのを受けていたわけですけれども、それをこのプログテストに、まあ、統一するということで、まあ、比較的、学内的にもすんなりと、まあ、このような形で、キャリア教育の中にプログテストを盛り込んで、まあ、統一的な形で、事業運営をするということができるということになりました。これ共通学習力強化ハンドブックで、まあ、ちょっと今手元にあってもこのような形の、ハンドブックです。学生が書き込むような形になっていますけれども、これはいずれ、学習ポートフォリオで、まあ、ウェブ化していくというようなことを今考えているというところになります。本学で学生や卒業生を対象に行っているまず定期的な調査なんですけれども、こちらの表の通りです。この中で、まあ、共通学生アンケート調査や卒業後アンケートは大学 IR コンソーシアムの設問を利用しております。あとはプログテストアンケートはご覧の通りで、こちらは後ほどまた説明させていただきます。あとは IR データの活用というところなんですけれども、まあ、調査データに限らず入試、学生、教務、就職、あとはタイムデータなどで様々なデータをですね、集めてデータの分析などを行っておりますが、ちょっとズレはかなりこんなかっこよく書いてますけれども、実際のところは一つにうまくまとめているというところは、まあ、なんとかやりくりしているというような形で、しのいでおりまして、ただその可視化という部分では、この後のスライドでお見せするデータで見ると、工業大学でしたり、あとはファクトブック、あとはタブローで学内に、情報共有のために可視化したり、学生さんにはディプロマサプリメントという形で、フィードバックしているというような使い方をしております。こちらがデータで見ると工業大学、第1号はちょうど1年前に発行したばかりで、まだ第2号までしか出してませんけれども、こういったものを大学のホームページにも掲載したり配ったりしております。こちらは後で配布される資料で見ていただければと思います。こちらがディプロマサプリメント のサンプルなんですけれども、このページも学生さんに、キャリアデザインの授業で配布するハンドブックの中に実際こういうものの見方でしたり、その意義などを説明するために載せている画面です。共通学習力や専門学習力をレーダーチャート化して、卒業時にこのぐらい成長しましたという形で伸びる形で、表示をしております。はい。それからこちらはですね、プログテスト、2020年度から本格的に導入したというものですけれども、2019年度から試行的に実施して、この2019年度入学生が、ようやくこの3月に卒業するということで、4年分のデータが溜まりましたので、これ下がっているという意味ではなくて、まあ、このぐらいの回答率で推移したということなんですけれども、こちらはですね、今年度の2年生のリテラシーとコンピテンシーで、まあ、同時にアンケートも取っているわけなんですが、そのアンケートの中で、特にこう回答で大学生活に満足している、または授業に熱心に取り組んでいる、卒業後の進路にはっきりとした考えを持っているでしたり、ブログの結果を意識して取り組んだという学生が、特にコンピテンシーについて、能力の高い数値を示しているというような関係もあります。この特に括弧3や括弧5については、先ほど小林副学長から説明のありましたキャリア教育の授業の中で、まあ、意識づけを行うような教育を行っておりますので、まあ、そういったところもあって伸びが出ているのかなというふうに思っているところです。まあ、コンピテンシーについて分類してグラフ化したものですけれども、まあ、400社内定グループは全校ほぼ全部の項目で、
一般の内定や未内定だったグループよりも高い数値を示しておりまして、あとは大学院進学については対課題基礎力のところで高い数値が示されていると。未内定は全ての項目でどのグループよりも低いというような傾向が示されておりました。はい、それから今後の取り組みというところなんですけれども、ここまでのお話は共通学習力の可視化というところだったんですが、もう一方の専門学習力というところの可視化については、これまではカリキュラムマップに基づいて GPA などで定量的に数値化してきたところではあったんですけれども、その実質化をさらに図るということで、先ほどの小林副学長からの説明でもアセスメントポリシーの改定ということで最低限の質保証というような考えがありましたけれども、そちらを今進めているところです。今年度までにアセスメントポリシー改定しまして、来年度以降ですね、まず現行カリキュラムの中で到達度の確認テストや専門学習力のルーブリック評価などを試行的に2年間ほどかけて実施しまして、2025年度のカリキュラムから本格的に運用するというような計画で今進めているところです。はい、こちらが改定したアセスメントポリシーの文面です。最低限備えているべき資質能力 MR ミニマムリクワイアメントということで、こちらを明記して、アセスメントしていくというようなことですね。定着度の確認テスト、またそれに馴染まないものはルーブリック評価、それから卒業研修で、その学科ごとの、TP の到達度などを評価していくというようなことを考えております。